え、だとしたら、名屋から釣ってほしいわ。だとしたら、ね、あ、何容疑？あ、セリフ容疑。あ、じゃあ僕セリフです。だとしても、名屋から釣ってほしいわ。じゃあ。俺がじ。シェリフ !My name is シェリフ畑佐子。お前ちょっと早いな、タスクがよ。おい。ナイスボタン。おい。はい、こんな初手から悩むことあります、ね、誰に渡そうかなと思って。ああ、やっぱり新太郎源だと思った僕も。ああ、なるほど。チェロシン、チェロシン。あ、ペントタスクかよこれ。エレキ行くか。ああ、笑ったし叫んだな、今のは。今のクソいい試合だったな、面白かったな。今誰？中野アルマ。これ一服タイム。あらあらあら、あら、ほい、診察室の扉のところに死んでて、死んでました。ほい、うん、アルマくんを直前で見てるんだけど、アルマくんはずーっとエレキでやってましたね、配電盤を。まあ確かにそんな動きもわかるんだけど、一応ね、途中でドアは閉まったんです。で、うん、そこを通ったら光ります。ドアって開いてたんですよ、途中まで。開いてたら通ったら光るね。タロちゃんはあれ見てないの？アドミン見てない。コックピット最終だけどタスクで終わってます。まあ、他のやつちょっと洗います。パタサコと一緒にシャワーです。はい、伊豆最終ミーティング。おい、ミーティング？ミーティング。あ、ヌー乗ったってこと？はい、ここまで行った。あ、そう。ごめんなさい、ちょっと切っちゃうんですけど、うん、ドアが開いてる状態で通ったら光るんだったら、うん、10秒以内くらいの切る、うん、いや、僕10秒前のアドミンを持ってるんですよ。ほいほい。その時から診察2だった。エレキは1ついてた。エレキは1ついてた。あ、じゃあアルマはできないかも。アルマ以外に多分エレキにいた人はいない。ね、距離が、うん、診察2は誰？10秒前。あ、じゃあ犯人だ。覚えてて、アーカイブと診察とエンジンが222だった。あ、強すぎる。じゃあバイタル2の距離がインポスターだと。で、シャワーメイン、エレキ。メインが僕だと思う。メイン1が僕で、エレキの1がアルマだと思うんだ、それは。うん、で、ちょっと続けて喋るんですけど、鬼木もバイタルに行ってるんですよ、エレキから。だから、両方右だと思う。まあ、ただ、鬼木がエレキから右行ったのはめちゃめちゃ序盤なので、その後どこまで行ったかは分かんない。メイン屋さん、どっから死体発見？エレキから診察の扉を開けたところに死体があったので、レポート。その前に僕は石油からエレキに入って、アルマが一人でエレキのタスクをしているのを見て、メインホールに上がって除染タスクだけやって、エレキに降りて、診察を開けてって感じ。メイン屋さんのセルフはほぼほぼないと思う。どれ他のアドミンはそのアーカイブとかカモスのやつ出ないの？確かに。アーカイブに誰？10秒前。高田さん、アーカイブは伊豆高田かなっていう時間的に。いや、10秒前だったら高田畑さんじゃないかな。僕はだって伊豆とすれ違う形で伊豆が上行ってるから。俺がシャワー入るときに、じゃもう一回詰めます。だからシャワー1が伊豆、アーカイブ2が高田畑さんになるじゃないで。でメッセやエレキアルマバイタル死体と犯人。でもそしたら鬼木が右行ったのってどうなってるの？カモスになるんじゃない？じゃあずれてるか、カモスにいるんじゃない？消えてないってか、なんか。高田
さんと畑さこが LINE つないでるとか。アルマがエレキ1ずっと出てたの無理だな。はい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 。慎太郎ってキッチン側から入ってきた？そのうん、キッチン武器庫通信コックピット。じゃあ全部出てんじゃない？うん。武雄の位置ってどこになるかじゃあ。あ、違うか。バイタル2の可能性があるってこと？あとバイタルも2じゃなかったっけ確か。貨物は2ついてないよ。アーカイブ、バイタル、エンジンに222いて、メイン、シャバー、エレキ111。で、あとは覚えられなかったんだけど、タロちゃんが、左下の方に1個あって、タロちゃんがそっちから来てたから、タロちゃんがそこだから。うん。実は俺とアーカイブとシャワー間ですれ違った後、もうそのままミーティングに向かったってこと？リフトでダウンロードやって、ムーン行って、最後ボタン前ぐらいです。うん。なるほど、ね。メイヤーさんに聞いたのがそれで、もしバイタルで竹雄さんが死んでるんやったら、見える位置なのかなって気になって聞きました。うん、さっきゲンさんはどこなの？チェロゲン。ロゲン。エンジンから宿舎行って金庫入ったぐらいで終わりです。ああ、チェロちゃんは？チェロはキッチン脇で最終宿舎には入ってると思います。うん、その10秒前はどこら辺？10秒前はエンジンか工作で、私チェロさんを序盤を見かけしてるんです。エンジン脇で下にグイーッと下がっていくときにチェロさんが上に上がっていく様子は見えてるんですが、チェロさんそれ以降すれ違ってないので、ちょっとチェロさんの位置が気になるかなというところです。ゲンさんに聞きたいのが、宿舎右のドアって閉まってましたよね。右のドアは閉まってたはず。左に私金庫。でも左の金庫だって。で、ヌーンは左にあった。ヌーンの方は確認してないです。あの右行ってないんだ私。10秒前にさ、エンジン2だったら多分関わらないと思うよ、診察室の切るのね。あ、診察は無理だと思います。もう1切るの方。で、もう1切るも鬼木が右に行ってるんだったら。僕はエレキが右に行ってる鬼木を序盤に見てます。エレンなる前。このターンヌーン左か。なんか確認した人いない。左ですよ。慎太郎が右に動かしました。じゃあ右なの？初ターン右に動かした人っている？伊豆が乗った場合って右から左に行ってるわけでしょ。そうですね。僕は右から左に乗っていってるんで。だから誰か動かしたりできた。うん。うわ、まあ、もう死んだ人が動かしたりちょっとわかんないですよね。まあまあまあ。まあ、どっちみち、下位置が分かってるな、アドミン情報が結構正確なので、そこから白弾きしていきたいなと思ってるんですけど。伊豆さんは。ておきたいけど、高田畑さこで取り合うんだよね。まあ、俺と畑さこがアーカイブから入るときに、伊豆がシャワー側からアーカイブに入る。そう、僕が切ってるんやったら切る位置がないと思います。まあ、弁当があるだったら弁当で行けるから。してだけど10秒。ちなみに、ちなみに僕ね、メインホールの女性開けてるときにシャワーの扉が閉まって、シャワーは全く扉が開いてないから、シャワーに多分結構時間が長いこといることになると思う。伊豆さんは2人いる、2人いる。いや、てか俺とあれがいるはずだよ、その時間って。これキルできないな。いつアルマが切ってる可能性もあるのよ。アルマが診察側のキルをして、だからイズアルマの順で釣りたいかなとは思うけどね。怖いなこれ。死ぬんだったらでかいわ。でかい。アルマが死ぬんだったら、診察側のキルアルマが弾けるってことなので、そうなるともう、アルマの証言、鬼木が右行ったっていうのも真となり、ほぼ右でのキルになります。だから伊豆さん釣りたい。カメラ見てた人誰？ゲンです。あ、ゲンさん。メープテが、ミーティングに行って、赤、畑さこさんが貨物にいるのが確認できてます。うん、はい、停電直しました。伊豆さんどこ行ったの？僕はエンジン脇コミュ武器でキッチン展望アップロード最終。アルマはね、初手多分ね、シャワーの方にいるはずです。チェロスケは見てない？チェロは見てないですね。メイン脇シャワーからのヌーン右。停電中にアドミン情報を見て、俺右側に移動してるんだけど、武器に1でカメラについているの状態を見て、シャワーと停電中ね、だから結構前だけど、停電中にシャワーに
貨物にあたりがついてて、アーカイブからアンジン1、うん、まあただ停電中で、伊豆はまあひ容疑者位置は所定の容疑者位置だけど、今回のキルに関与できなそう。まあ地帯位置があんまりわからないと思うんで、所定の容疑で僕この前と釣られると思うっていうのと、決め打ち盤面なんで僕釣られるわけにはいかないんで、言うと時系列的に僕はシャワーで、高田さんとすれ違ってアーカイブリフトダウンロード、その後ヌーン移動してミーティングのボタン前で、なおかつドアの情報も出してるヌーンも左にあったんで、キルに関わるためには名屋さんとかも抜かないといけないし、絶対死人が出るはずなんですよね。唯一行ける範囲としては、アーカイブの方面からベントレ貨物に飛んでキルするってなるんですけれども、その時系列やったら多分見られると思う、ね、じゃあ伊豆さんの対抗ってどこになりますこの時点で。プテさんの高畑のラインもあるかなと思うし、メイヤさんのそんなにセルフは疑ってない、なので僕は高畑のラインを疑ってます、うん、一番は高畑だと。どっちどうしようか。僕バイタルで死体があると思ってるから、ベントで飛べる人間が切ってると思うから、うん、伊豆さんだと思ってる、ね、俺も伊豆さんの方が濃いとは思うんだけど、だから伊豆さんを僕は釣りたい。だと高畑さんもできないから、あごめんごめん、高畑のラインだったら今回伊豆がキルできない情報を俺がアドミン情報から出す必要がほんまない。あ、ただてかね、もうね、俺も伊豆さんと畑迫高田の2陣街3陣街まであると思うんだよね、そのアドミン情報を信じるんだったら、まあだってチェロスケとかが左で 見られてるんだったら、もう一回時系列をちゃんと洗ってほしいです。僕はちゃんとミーティングにもいたし、キルに書かれない位置やと思ってます。めちゃめちゃ履歴じゃねえ俺がだってアドミン情報が正になるんだったら確定でその3人しかなくないか、場所の情報的に。それ以外の位置が切れるとこないと思うんだよね。アルマが死んだことでアルマの証言が正になってるから、どっちか切った方が良さそうだな。まあ伊豆さんは多分インポスターと思うんだよね。危ね。あら。死んどる。今回メイヤさんは直しだから無理かな。プテさんメイン脇です。メイン脇で一緒にシャワーまで向かってます。でシャワーで置いていってチェロはアーカイブラウンジと言って、シン様が左でトイレタスクしてるのを見てる。あれチェロさんか。高田ゲンミーティングです。高田さんとゲンさんがミーティングね。はい。チェロスケ慎太郎は白取り合える？いや取れないですね。僕はその後アーカイブシャワーで覚え芸入力して終わってるんだけど、プテハスさんを見てないですね。じゃあチェロスケの証言が死んだったらプテハスさんは左に行ってるってことかな。シャワーでもエンジンで置いてきました。シャワーで置いてきました。ああそう。でも慎太郎が最後ラウンジアーカイブシャワーって言って合ってないんだよね。そうシャワーの覚え芸のところで終わってる。それが芯であれば、まあ、メインから左に行ってる、左か下か、あ米サバ直しに行ったかエレキ下ったか。あハッタサコはどういうルートで今コミュニケーションに行った？キッチン脇高田さんと一緒、展望でタスクやってキッチン武器庫コミュニケーション行ったら、メイヤさんが直していました。もう直し終わって出てくるところでした。プテさんの証言、プテさんが死んでることでやっぱアドミン上が正義になると、やっぱ右がでアルマも死んでるから正義になるから、基本僕は高田さんと畑坂くんのラインにしか思えなくなっちゃってるんだよな。それだったら伊豆を詰めてるのが俺だし、で伊豆を釣るターンに右側の情報出してるの俺だからね。まあそうです。いや両方か、まあ、LINE ってよりもアドミン情報で、そうアドミン情報でそうなっちゃうんだよな。あ現です高田さん視点で畑坂さん釣りは飲めますか？飲めない。だって2キルのターン絶対畑底できないもん。伊豆に関しては絶対分かんないけど、畑底があのターン100できないから、はい、うん、まあ、だってもう右で2キル起こってて、プテさんの情報的に僕が弾かれてて、うん、だとしたら名屋から釣ってほしいわ。だとしたら何容疑？セリフ容疑。じゃあ僕セリフです。だとしても名屋から釣ってほしいよ。じゃあ、だってこの状況だったら信用が名屋合図は追えない。名屋合図は追えないです、さすがに。だとしても伊豆を釣りに行く理由を提示してるのって俺からだし、あだから僕迷惑に合わせます。今回は迷惑乗っ取り追わないです。減産してて今回高田さん無理なの？
もうミーティングでずっとおられましたよ。俺もボタン連打。じゃあ畑迫くんに投票します。間違えたらチェローか慎太郎の方切ります。途中からマットになったパターンだと思うんですよね。あ、それもあるけど、うん、高田さんに関しては可能性が多すぎてね。終わると思うけどね、さすがにね。プテの、うん、そうだよね。ナイスファイト。ナイス。いや、アドミン情報強すぎるな。いやー、シリカしかも。あ、10秒も経ったのに。マジ、メイヤさんさっさと切りたかった。シェリフだったのか。そう、シェリフだった。で、アルマが切られたのがクソ助かって、ニキル釣りからアルマ釣りまでしたいなって思ってたから、僕は。2キロ起きた時点で、高田さんってもうマットでしたよね。あ、マットだったし、ね、出雲インポスター分かってた。あ、そうか。で、切りに行ったんだ。え、バイタルにしたいですか？いや、アーカイブ2が伊豆と竹尾の2人やと思います。で、僕は切って、ベントで移動して、ヌーンが左になったんで、最終ミーティングにいるのは本当です。だ、僕は切ってないですね、あのバイタルの方は。畑さんがバイタル切ったんだ。おにきはどこで死んでたの？ベントで。アーカイブ、アーカイブ。アーカイブか。ベントで診察も。貨物飛んで診察まで藤見を追っていって切ってって感じですね。うん、アルマの横で切るしてたから、アドミンなかったら。そうね、いや、俺はクソ釣りにられた。まあ、でも、アドミンやっても多分ね、伊豆アルマの僕に、二郎は最初頭にあったからな、シンプルに。よし。はい。じゃあ次いきますか、ね。ラストバトルですか。はい、お願いします。お願いします。